議論は平行線をたたどった模様ですフランスのマクロン大統領とイランのライシ大統領は20日暗礁に乗り上げているイラン核合意の再建交渉をめぐり会談しましたイラン政府によりますとライシ大統領は IAEA= 国際原子力機関による査察を改めて拒否し議論は平行線をたどった模様ですこれに対しフランスのマクロン大統領はボールは今イラン側にあると述べ イランに情報を促しました。